無添加の痩せる調味料を選んできました。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。そちらも受け取っていただけたら嬉しいです。それでは今回は無添加の痩せる調味料ということでイオントップバリューさんで選んできました。まずはですね、痩せるためにはその、もちろん食べる食材そのものも大事なんですけれども、実はそこまで気をつけてたらあともう一歩なんですよね。何を気をつければもっと痩せるかというと味付けです。味付けに使っている調味料をいかに痩せる調味料に一つずつ置き換えていけることができるかっていうところがね、ダイエット成功できるかできないかにかかってますから、ぜひお役立てくださいね。では一つ目の項目です。なぜ無添加の調味料を使うと痩せることができるのかというその大切なポイントを2つお伝えしますね。まず一つ目はこちら、あなたの腸内環境を整えてくれるからなんです。実は無添加の調味料を使うことであなたの腸がですね、元気になるんですね。そうではないと痩せることができないんです。もしあなたが調味料、今使ってらっしゃる調味料にもういっぱいですね、腸内環境を悪くするものが入っていたとしたら、あなたがどんなにね、痩せるね、例えばお野菜であったり、こんなこと気をつけてますって、大好きな白米も我慢してオートミール食べてますとかされても、そのオートミールの味付けが悪いと太っちゃうんですよね。もうとってももったいない。なのでポイントはとにかく腸内環境に優しい無添加の調味料を使うことです。そうすれば腸が元気になりますよね。負担をかけないわけです。無添加の調味料は腸が元気になるんですよね。そうすると腸がしっかりと動いてくれれば、しっかりと栄養が消化吸収されて痩せホルモンを作ることができるんですね。そこがしっかり作れないとダメなんです。ですから今回お伝えするのは無添加の調味料ということになるんですよね。じゃあその無添加って何だっていうことなんですけれども、無添加イコール化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料などなど、要するに余計なものが入っていないもの、人工的に作られたものが一切ね、入っていないものですよということです。では2つ目の項目です。何をということで、今回あなたに気をつけていただきたいのは無添加の痩せる調味料を選ぶ力をつけていきましょうということなんですよね。そこで何をということで、まずその食品添加物なんですけれども、取るとこんなにね悪いことがあるっていうお話なんですけれども、まず食品添加物を取ってしまわれますと、もしあなたが気がつかない間にですね食べてしまってたとすると、腸や肝臓に負担をかけてしまうんですね。そうするとせっかく食べたものがあなたは消化も吸収もできなくなってしまうんですよね。そうするともう食べても食べても全然栄養が取れてなくって、実は食べ過ぎてらっしゃる方ほどね、栄養不足になっている方も実は多いんですね。それほど負担をかけてしまっているわけです。そもそも食べ過ぎてるってこと自体が負担をかけますし、プラス食べてるそのものが悪いものであれば、もうダブルで悪いわけですよね。そうするともう食べても食べてももう全然栄養は取れない、栄養不足にはなる、太ってしまう、で体を壊す、もういいことがないっていうね、こういった負のスパイラルに入ってしまわれないためにもすごく気をつける必要があるんですよね。なので消化吸収ができずに、結果栄養不足に陥り、結果いろんな機能をその果たすことができないわけですよね。ホルモンも作れない、代謝も落ちてしまう、そもそも臓器のその働きが落ちてしまうわけですから、どんどん結果太ってしまうっていうことになるんです。ではここからたくさんあるその添加物ですよね。でも簡単にねまとめますと、まず調味料の中にですね、これ入ってないものないんじゃないのっていうぐらい毎回入ってるのが、調味料かっこアミノ酸などと書いてあるグルタミン酸ナトリウムが入っている調味料ですね。もうほとんどの調味料に入ってます。もう悲しいから、なんでわざわざね入れるんですかって思うんですけれども、これはうまみ調味料とね別名も言い換えられているもので、うまみ成分とかうまみ調味料というふうに言い換えられているのが、実は
化学調味料のことですから気をつけないといけませんね。なのでこういった調味料、括弧アミノ酸などと原材料名に書いてある調味料を使うのはやめましょうね。これを取り続ける限りあなたはどんどん内臓を痛めてしまって消化吸収できなくなって太ってしまいます。はい、そしてもう一つは人工甘味料についてですね。これもあのダイエットをしていらっしゃる方が陥りやすい、まあ、罠といいますか危ないことなんですね。例えばダイエット中でしたらいかがですか。もうカロリーがすっごく気になって、あこれ食べたいけどこんなにカロリー高いやめとこうとかね、頑張ってらっしゃると思うんですよね。過去の私もそうです。あやっぱりこれ食べたらこんな高いんだと思ってね、まあ、結構それでも食べちゃったりしませんか。もうとにかく食欲止まらないんですよね。その食欲、まあ、要は味覚がおかしくなる原因がこのまあ添加物なわけなんですけども、過去の私 もう本当にね添加物に毒されていて、もう味覚がおかしくなってしまってもうやめられない、止まらないで食べてたんですよね。なのでそういった方によくあるのがカロリーゼロとかね、糖質ゼロとかノンシュガーって書いてあれば太らないんだと思って食べてる方、もうこれが一番まずいです。なぜかというと甘いのにカロリーがないってね、これおかしなことなんですね。不自然なんです。なので甘いのにカロリーがないもの、まあ、ドリンクもそうですよね。ノンカロリーとか糖質オフのドリンクっていっぱいありますよね。お菓子もそうです。そういったものを食べ続けてしまうと脳があれおかしいなってね、もうバレバレなんですよ。もう脳は騙せないんですよね。そうすると甘いのに普通はカロリーが取れてないといけないのにカロリーがないじゃないかっていうことで、もっと食べろ食べろってあなたに命令するんですよ。これ恐ろしいことですよね。自分自身は本当はね食べた気になっているのにもかかわらずカロリーがないっていうだけで脳が食べろ食べろってもっと食べろってね、恐ろしいことを命令するわけですよ。なので結果あなたは食欲が暴走してしまって、もうやめられない止まらないってことになってるわけです。そういったことを断つためにもこういった人工甘味料をもう取らないって決めることです。そうすればあなたの味覚はだんだんと正常になっていって、あれなんか前ほど食べたくないなって、これでも十分だなってなっていく、やっぱり体質に変わる必要があるわけです。生まれ変わる必要があるわけです。ですからこの人工甘味料を取るのはやめていきましょうってことになります。では3つ目の項目です。どのようにということで、では一体どんな調味料を買えばよいのかということで、今回はイオントップバリューさんで選んできました痩せる無添加の調味料3つですね、ランキング形式でお伝えしていきます。まず第3位はこちらです。はい、天日塩を使用したイオントップバリューのブランドの味付け塩コショウになります。でカツオと昆布の旨味で味付けしましたということで、ここにちゃんとね書いてあるんですよ。調味料にアミノ酸、核酸を使用しておりません。安心ですよね。もう本当にこういう良いものを作ってくださると安心だなってね、もう嬉しくて手に取りました。でこちらがね持ちやすいボトルですということで書いてあるんですけども、本当にね持ちやすくって 210g も入ってます。でエネルギーは 100g あたり 56kcal で、タンパク質も取れます 1.8g、 脂質が 0.7g、 糖質が 9.8g、 食物繊維が 1.8g 入っています。でこの裏原材料をチェックしますと、食塩、黒胡椒、コーングリッツ、かつお節粉末、昆布エキスのみでできてますから、先ほどお伝えしたような調味料カッコアミノ酸とかね書いてないものになります。で胡椒自体もねすごくダイエット効果があるんですよ。ちょっと見ていきましょうね。まずあなたの血行を促進してくれる効果があります。なので要するに血流が良くなるわけですよね。そうすると体の隅々まで酸素や栄養が行き渡って細胞たちにねどんどん届けてくれるわけですよね。そうするとやはり体が元気になりますから、まあ、代謝が上がるわけです。なので代謝が上がると食べたものを燃やす力がアップするわけですから、まあ、ダイエット効果があるわけですよね。そしてその結果脂肪を燃焼をさせることができますよということで、やはりいかに血行を良くすることがダイエットにつながるかっていうのがお分かりになると思います。では第2位はこちらです。はい、ニンニク塩になります。こちらお肉、お野菜、お魚にさっと一振りということで、もうこれも定番のメニューがいっぱい書いてあるんですけれども、こちらですね、また原材料がめちゃくちゃシンプルなんですよ。こちらは塩、ニンニク、
胡椒のみ、この3つだけでできてるんですね。でこのニンニクが入っているのがまたねいいですよね。あのわざわざやっぱりねニンニクのスライスとか、もうあのニンニクの薄皮袋も大変じゃないですか。もう特にね時間がない時なんかは、あもうこのね味付けニンニク使いたいけどね、もう今から皮剥いてたらもうね、私で言えばもうほんと娘のね塾のお迎え間に合わないとかいろいろ考えるわけですよ。そうするとやっぱりこういったのがあるとめちゃくちゃ便利ですよね。というわけでこのニンニクのねダイエット効果をお伝えしていきます。もうニンニクはですねアリシンリパーゼという成分があるから、もうとにかく脂肪燃焼効果が高いんですよね。でまた太る元です。糖分を分解して排出してくる力も高いものです。またそのやっぱ代謝アップしますから、食べてもやっぱり燃えやすい体へと変わるそのまあ力があるわけなんですよね。でこちらすごくね粒子も細かくって、あのこれ開封した後はですね、やっぱ要冷蔵ということで、やはり冷蔵しないといけないということは、あのやっぱり無添加の証拠ですよね。もういろんな防腐剤とかもわけわかんないものがね入っていないということになります。でこちらは特にイオンのブランドのものではなかったんですけども、すごくこの、まあ、無添加であることと、このニンニクが入っていたということで、もう私すごく気に入ってしまいまして重宝しております。では第1位はこちらです。イオントップバリューの九州産柚子胡椒になります。まあ、私はねあの九州の、まあ、大分県別府温泉で暮らしているんですけれども、あなたはいかがですか。あなたの、まあ、九州以外のね地方の方も柚子胡椒ってスーパーに置いてあると思うんですけども、いかがですか。こちらですね一瓶で 50g入ってます。結構ねあの多くは入ってるんですよね。で原材料名をチェックしますと、あのこちら柚子ですね、柚子の皮かっこ九州産、そして唐辛子かっこ九州産と食塩ということで、こちらがあなたの町にも置いてあるといいなと思って手に取ったんですけれども、もう柚子胡椒ねあの香りがいいですよね。お好きな方は大好きだと思うんですけれども、私もよくあのお鍋にねちょっとこうあの薬味で入れたりとか、まあ、今からでしたら麺類とかも薬味で使ったりとか、結構お豆腐にちょいのせしたりとかですね、もう結構いろんな場面で使えますので、もうあの気軽にね柚子胡椒を使っていただきたいなと思うんですけれども、これまた柚子がダイエット効果が高いんですよ。見ていきましょう。腸内環境を整えてくれる効果が高いです。なぜかというと食物繊維が豊富に含まれているので、野生菌たちの餌となる、まあ、善玉菌たちがどんどんね元気になってくれるわけです。でまた太る原因、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もありますし、コレステロールも下げてくれます。また血行促進効果もありますから、どんどん代謝が上がって、まあ、エネルギー効率が良くなるわけですよね。ただ柚子胡椒ね結構やっぱりね辛いですよね。あの料理はね気をつけていただきたいなと思うんですけれども、こういった普段のお食事メニューに無添加の痩せる調味料をちょい足ししていくだけで変わってきますから、もしあなたが今お家に置いてあるですよ、ご自宅にある調味料をチェックしてみてください。そこに今まで私がお伝えしたものがもし入ってたとしたら残念ですけども、さようなら、ありがとう、私はねもう痩せるね道へ選びます、そちらを選びますということで、こういった今までお伝えしたその無添加の調味料の方に一つずつやっぱりね置き換えていただきたいなと思うんですね。そもそもまあ太ってしまいますし、あのお体を壊してしまいます。そのような調味料ですね、たっぷりと添加物が入ったものは今すぐもう断捨離です。もう思い切ってさよならってねしていただきたいなと思うんですね。私がお世話しているダイエットねクライアントの方も見たら先生全部入ってたっておっしゃってました。もう買ってる調味料全部入ってた添加物が、なのでもったいないなと思ったんです、先生って、あーこれもったいないけど、でも私は痩せる道を選びますということで、もうその方が偉いのはもう全部処分されて全て無添加の調味料に変えてくださったんですよね。そうすることで食べる量もそこまで変わってないのに、その方はですね、まあ、どんどん健康的で綺麗に痩せていったっていうね、まあ、こういったお話があるんですよね。でその方本当花粉症とか、あの春になるともうすごくねもう声がガラガラになるほど、もう鼻水やくしゃみとかもう咳とかが止まんなくて辛い方だったんですけども、私のこの腸活ダイエットを取り組んでいただいた結果、なんと今年ですね
薬なしでねいけた、先生もう薬全然いらなかったって、痩せるし薬代もかからないし、もう最高ですね腸活ダイエットってね、もう腸活にもドハマりしてくださったね素敵な方なんですけども、なのであなたもできますよ、あなたも知らなかっただけです、なんでこんなにね一生懸命ダイエット取り組んだのになんでダメだったのって、その理由が添加物たっぷりのものを食べていたから知らない間にってことだけです。なのでしっかりと今から腸活の無添加の調味料を一つずつですね置き換えていただいて、あなたはどんどん健康的で綺麗に痩せていっていただきたいなと思います。そのためにこの動画をご準備しました、ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。